私は水心師正秀。太平の世の刀だからと、侮ってもらっては困る。新進党の進化は、まだまだこんなものではないぞ。隊長！いや、やってみせよ。私の出番が来るというのか。こうなるのか。装備したぞ。これを使うのか。節目の年でなかろうと関係はない。むしろこれから我らの時代が始まるんだ。修行？なるほど。より強くなるためか。我が主よ。私は刀、あなたは人。違う存在なのだ。刀剣男子の誇りはここに。実戦か。よし、出陣。ああ、偵察結果を伝えよう。確実に仕留める。刀剣男子であるがゆえに、かすり傷食らうがいい。当選の結果だとも。何か落ちている？よし、決戦の時だ。ああ、偵察結果を伝えよう。確実に仕留める。刀剣男子であるがゆえに。食らうがいい。まさか。私はまだやれるんだ。見えたぞ。そこ。見えたぞ。そこ。当選の結果だとも。ダメだダメだ。かすり傷だ。すぐに戻る。少し長めに休むよ。じゃない、休むぞ。私はやれるぞ。遠征が終わったようだな。戻った。結果報告をするとしよう。新顔？それは古刀なのか？それとも。こんなものか？これが私の力。ふむ。これが我が主の戦歴というわけだな。私を連れて行く必要が？刀は農具ではないのだぞ。畑が俺を嫌っている。終わった。はい。終わり終わり。馬の世話なんて。我が主は刀を何だと思っているのだ。はい、終わり終わり。まったく。草花はめでて読むものなのでは。刀は農具ではないのだぞ。やはりめでて読むものかと。終わった。こいつは象じゃないけれど、
我が主は刀を何だと思っているのだ。馬も可愛いものですね。まったく。私は水心氏正秀。太平の世にならされきった刀剣を本来あるべき姿に戻すべく生み出された刀。心身刀の祖とはこの私のことだ。節目の年でなかろうと関係はない。むしろこれから我らの時代が始まるんだ。